彦根市の湖岸にやってまいりました。夏です。夏も到来やね。マー君、お父さんお母さんお疲れ様です。はい、夏といえば琵琶湖。琵琶湖といえば水着ということで、新調した水着持ってきたよ。ああそう。ああ僕もあるよ。今日何するんですか。どこで泳ぎますか。どこで泳ぎますか。今日はね、水じゃない、空なんです。空空え、いいやん、海で。空どういうこと。どこ行くんですか。とりあえずあるんです。行きましょう。あ、僕ちゃうんか。あれ水着こうたのに。No。 いやバン君、はい、こう雑草の間の砂利道を進むと、ね、こんな道のなき道をなんか、まあ、でもここがどうかちょっと入ったのか。なんか体験できるの。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。何か、あの、空に関係する体験ができると聞いてきたんですけども、はい、ここは空に関係するんじゃなくて、はい、飛べますよ。飛ぶ飛ぶ。え、何をするとこなんですか。ここはね、はい、この荒神山っていうのはもう42年前ぐらいから飛んでるんですよ。はいはい、はい、ハンググライダーで。小学校の時に校外学習で荒神山来たことあるよ。ああ、荒神山城ですね。白はですね、ひなつあぎの森であるんだ。まあ白はええわ。え、飛ぶっていうのは鉄塔、アンテナの右下のところから、はい、みんながバーンと飛んでくるんですよ。で、今日ここは体験さんもあそこから飛んでもらおうかなというところなんです。頑張れ。え、僕らも飛ぶんですか。そうですよ。え、いきなり飛べるんですか。いきなり飛んでいただきましょうかね。え、ちょっと車の普通免許しかないですけど。ハンググライダーどんなやつや。このやつ。あ、ちゃんと説明。マジで説明がある。え、これをこっち頑張れ。え、いきなりできるもんなんですか。できます。え、マジで。ちょっと待って、ほんまに頑張れ。え、一人でやるんですか。一人でやります。え、一人やるんですか。バン君飛ばへんのになんで申し込んでんの。まああったんで。今日されるのはえバン君せえへんの。え、ちょっと怖い。もう俺も怖い。あ、そう。まあヨウちゃんはでもメインやから。いや、いきなり山の上から飛ぶというのは代表の軽い冗談でした。ワイヤーで引っ張ってもらいながら、グライダーの左右もワイヤーで固定されているため、初心者でも安全に飛ぶことができるんです。なるほど。スタッフが別日に行った時には、なんと小学生のお子さんも飛んでましたよ。これパラセーリングに近いな。うわ、面白い。まあ、安全ですね。地上で簡単な講習を受けて、いざフライトです。引っ張りますけども、自分で走って揚力を大きくして飛ぶって考えてください、うん、いいですか。引っ張られたからすぐ座り込まない。そうなると支柱引き回しになりますよ。お前頑張れ。はい、いいですか。で、1,2,3 で持ち上げてください。重たいんですよこれ。お、行くぞ。うわ、結構上がる。おお。ああ、すごい。めちゃくちゃ怖い。3D である。すごい。結構上がるでしょ。おお。ちょっとね、ちょっとね、初めてやったんで、ちょっと。OK。じゃあでも分かった、もう。掴んだ掴んだ。いや、ちょっともうちょっと練習しようか。おお、すごい。ああ、ええ感じ。すごい。お、すごい。すごいな。2回目にしてもう完璧やな。すごいね。
はい。おお、バン君やった？体験シリーズはね、僕しかやらへんもんやと思ってますからね。ちょっと今かなりドキドキしてると思うんですよ。バン君どう？もうこのあんまりダメない。めっちゃ怖さ元気なくなってるやん。いや、これ実はね、バン君この時冷や汗半端なかった。全然打てへん。集中引きます。言うてた通りになってるやん。浮いてませんか。やめたらダメ。バン君怖い。尺八吹く余裕あった？ない。とにかくトコ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 走ったらいいです。今どうしてもね、もういや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 行くのいやいやみたいなで、やめちゃったでしょ、はい、うん、やめるから結局揚力が大きくならずに、そのままあれ走り続けないといけない。続けなかったんですね。バン君、はい、次はいける。どうやろうな、走んのやめんのめっちゃ早かったもん。お、もう一回やった。走れ走れば。おお、撃ったみたいな。走ってへんやん。すぐ浮いたね。あら、すごい。着地もバン君、あ、できたやんか。おお、飛べた。どうだった？怖くて覚えてない。なんか飛んだんやろなっていう。確かに飛んでたよ、バン君、90キロ近い巨体でも行けました。触れないのバンやった。触れないのバン。いやー、バン君気持ちよかったね、はい、もうぐったりしてるやんか。あ、まあでも飛べた、僕でもな。いやー、これやっぱ慣れるとね、あの上から。そうです、飛ぶんです、今上に山飛んでる人たちが上がったんで、これから上から飛んでくる予定です。あ、今からキャルにか。ちょっとそれじゃあねえ、はい、持った。お、今構えた。はい、ゴー。おー、はい、ここから気合入れてね。おー、うん、穏やかやったらいいんやけども。おお、すごいですね。そう、骨線伝いでずっと前です。これは気持ちいいな。前ね、ちょっと台風の前の風で、風が普段と違うかったんで。で、今体験されたのは、ここら辺、この高さですね。すごい、でも滑走路にこのまま、気持ちいいやろな。最後のブレーキしますよ、みたいな。うわ、上手。うわ、うわ、着地も上手。すごい。最後、パッと。どうしたどうした。いや、今日はでも風が上ないんですよ。ああ、え、上がない、上ないんですよ。でもね、どうでした天気予報は、今日はお昼は飛べるって。まあね、天気予報そんな予報あったっけ。あるんあるんです。いや、でも先生、僕らも修行を積んだらこのように飛べるわけです。楽勝ですよ、楽勝ですよ。いやね、まさか僕らもね、滋賀の空を楽しむことになるとは思ってませんでしたけど。いや、滋賀県はね、ほんとスカイスポーツのメッカであるとも言われてますので、興味のある方はぜひ遊びに来ていただきたいと思います。バン君、はい、尺八吹くの忘れたな。忘れたな。そこあるけど、もうええかも。もうええか。ありがとうございました。ありがとうございました。地位を求めるさすらいは続く。いやー、こんなところあるんやね。そうやったな。そしてですね、こちらの映像をご覧ください。はい、これ高知山のね、上から飛んでいる映像なんですけど、琵琶湖一望。これ僕らでも延べ10日ぐらいトレーニングを積んだら、これできるようになる。10日でできない、資格とか選んでな、これをね。気持ちいいですよ。こういうところがあるっていうのはすごいね。さあ、そして今回のこぼれ落ちはこちらです。何なんですか、これね。名物キャラのね、Pさんというアヒルなんですけど、やたら僕の股間ばっかり狙ってくるんですよ。なんか漏らしてたんじゃん。そうそうそう、この辺ツン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 してくるんですよ。もう短パンのここに入れてくるんですよ。それじゃあ上げていただきましょう。そしてそんな場所はこちらですね。高知山のすぐ元にございます。はい、詳細はですね、ご覧の電話番号までお問い合わせいただきたいと思います。さあ、上げてください、せーの、ドーン。はい、おー、大中小と評価分かれたね。ああ、僕飲酒したらこれ乗れへんやろ。何やそれ、落ちるわ。